ゆるく楽しむプログラミングと電子工作。マイコンボードの入門キットに含まれている定番パーツ LCD1602 の使い方を解説します。入門キットに含まれている定番の LCD ですが、リキッドクリスタルライブラリを利用する以外の使用方法の解説が見当たらなかったので、ライブラリを利用する方法、利用しない方法の両方を解説します。接続方法が3種類ありますので、3種類の接続方法を順に解説します。1602は16文字 ×2 行を表示する LCD の表示サイズの表記で、コントローラは HD44780 のようです。同じコントローラで20文字 ×4 行を表示する2004も存在します。マイコンとの接続は8ビットパラレル接続、4ビットパラレル接続、I2C 接続の3種類です。 I2C シリアルインターフェースボードが接続された状態になっているものが多いですが、一体化しているものもあります。 I2C シリアルインターフェースボードが付いていないものは入門キットの梱包品としては少数派だと思います。ですが、どの接続方法であってもソフトウェア的な操作は共通です。8ビットモードでは10個の IO ピンを使うので、6個の IO ピンを使う4ビットモード、2本の IO ピンで済む I2C 接続の方が一般的ですが、電源投入時には8ビットモードになるようですし、ソフトウェア的には8ビットモードでの操作が基本になります。4ビットモードは8ビットモードの応用、 I2C 接続は4ビットモードの応用になっているので、8ビットモード、4ビットモード、 I2C 接続の順で解説します。マイコンにはアルドイーノを使用しますが、他のマイコンで使用する場合も基本は同じです。ラズベリーパイピコや M5 スタンプ、マイクロビットなど 3.3V で動作するマイコンを使用する場合には LCD の電源電圧に注意してください。 LCD の電源には 5V が必要なようです。信号レベルは 3.3V でも動作しました。 LCD の電源が 3.3V だとコントラストが低くて見づらいです。確認したのはマイクロビットのビギナーキットについていた LCD で、箱には 3V と手書きされていたのですが、 LCD1602 の端子はこうなっています。 VSS はグランド、 VDD は 5V に接続します。VO はコントラスト調整で、VDD を分圧して入力します。RS はコマンドとデータの切り替え。RW は書き込みと読み取りの切り替えです。書き込みができれば問題ないので、読み込みを行わない場合は、グランドにつないでおけば良いです。E はイネーブルで、ハイからローに変化したタイミングで、D0 から D7 が読み込まれます。D0 から D7 がデータ信号で、D7 が MSB、D0 が LSB 側になります。AK はバックライト LED のアノードと仮想度です。アルドイーノの IO ピンは、どれを使用しても良いです。とりあえず、接続しやすいように、こんな感じで繋いでおきます。コントラスト調整用には、10キロオームの半固定抵抗を使用しています。LCD1602 用のライブラリは Arduino IDE に最初から入っています。メニューのツール、ボードから Arduino UNO を選びます。するとサンプルスケッチにリキッドクリスタルが出てきますので、ハローワールドを開きます。このサンプルスケッチを使用する場合の Arduino UNO と LCD1602 の接続方法はスケッチ冒頭のコメントに記述されています。4ビットモードでの使用で、リードライトはグランドに接続で、配線図ではこんな感じになります。この通りに配線すればスケッチは修正なしで利用できますが、これとは違う配線にしているのでスケッチを修正します。ピン配置は最初に宣言していますので、この部分を修正します。8ビットモードで、リードライトもアルドイーノ UNO に接続しているので、ピ
PIN 番号を変更して足りない分を追加します。リードライトを省略するとグランドに接続していると判断されます。リードライトを使用しない場合は省略してください。 D0 から D3 を省略すると4ビットモードで動作します。リキッドクリスタルライブラリは Arduino の IDE に標準搭載されているので、使い方も Arduino の IDE のリファレンスマニュアルに記載されています。 Arduino の UNO との接続だけ気をつければ利用は意外に簡単です。サンプルスケッチを動かしてみて、接続が正しくできていてパーツも壊れていないことが確認できました。 D0 から D7 の8本の信号線を使用する8ビットモードでのコマンドとデータの送信手順を解説します。制御信号は RS、リードライト、イネーブルの3本ですが、リードライトを使用することはほぼないので実質RS とイネーブルの2本になります。 RS は D0 から D7 で送信するのがコマンドなのかデータなのかを識別する信号です。 OLED、SSD1306 などの多くのディスプレイデバイスが同じような用途の信号を使用しています。ディスプレイデバイスを使用する際の基本かも。イネーブルは D0 から D7 を送信するタイミングを指定します。イネーブルがハイからローに変化したタイミングで D0 から D7 が LCD1602 に読み込まれます。なのでイネーブルをハイにしてから D0 から D7 と RS を設定し、イネーブルをハイからローに変更すれば良いことになります。 LCD1602 の初期化手順はスペックシートにシーケンスが記載されています。8ビットモードと4ビットモードで異なります。8ビットモードの場合です。電源投入後 RS をローに、 150mV 待って 0x30 を送信、 41mV 待って 0x30 を送信、 100μV 待って 0x30 を送信、続けて 0x40、 0x01、 0x06 を送信します。初期化処理はここまでです。続けて0x38、0x0c を送信します。送信するコマンドの詳細説明は、接続方法の説明後に行います。D4 から D7 の4本の信号線を使用する4ビットモードでのコマンドとデータの送信手順を解説します。制御信号は RS、リードライト、イネーブルの3本で、制御信号の役割は8ビットモードの時と同じです。4ビットモードではコマンドとデータを4ビットずつ2回に分けて送信します。イネーブルがハイからローに変化したタイミングで D4 から D7 が LCD1602 に読み込まれるのは変わりませんが、1バイトのコマンドまたはデータの上位4ビットを1度目に、下位4ビットを2度目に送信します。なのでイネーブルをハイにしてから RS を設定し、 D7 から D4 に送信データの上位4ビットを設定してイネーブルをハイからローに変更、再度イネーブルをハイにして D7 から D4 に送信データの下位4ビットを設定してイネーブルをハイからローに変更すれば良いことになります。4ビットモードを使用する際の初期化手順もスペックシートにシーケンスが記載されています。電源投入後 RS をローに、 150mV 待って 0x3 を送信、 41mV 待って 0x3 を送信、 100μV 待って 0x3 を送信、そして 0x2 を送信。初期化処理はここまでです。続けて 0x28、 0x0c を送信します。送信するコマンドの詳細説明はI2C 接続方法の説明後に行います。 LCD1602 には直接接続できる I2C パラレル変換ユニットが存在します。入門キットに梱包される LCD1602 にはこの I2C パラレル変換ユニットが取り付けられているものが多いようです。外付けユニットではなく
LCD1602 と一体化したものもあるようです。 I2C 接続の LCD1602 用のリキッドクリスタルライブラリは標準では入っていないので、メニューからスケッチ、ライブラリをインクルード、ライブラリ管理を選択。ライブラリマネージャーでリキッドクリスタルを検索し、リキッドクリスタル I2C をインストールします。似たようなのがたくさんあるので適当に選びました。使い方はインスタンス生成時に I2C アドレスと表示サイズを指定するだけのようです。 I2C アドレスは 0x27 のものが多いですが、 0x3f のものもあるようです。 D0 から D3 を外してしまうと分かりやすいですが、 I2C 接続では4ビットモードで動作しているようです。この I2C パラレル変換ユニットと LCD1602 の接続仕様がわからなかったので、リキッドクリスタル I2C ライブラリのソースを読みました。変換ユニットのスペックシートは見つかったのですが、変換ユニットの出力は8ビットなのに LCD1602 の制御には11ビット必要、足りない分をどうしてるのかが謎でした。I2C では1バイトずつ送信します。送信した1バイトはこのように LCD1602 の端子に設定されます。あとは4ビットモードで LCD1602 を使用するのと同じ手順で I2C ユニットにデータを送れば良いです。パラレルモードとの違いは RS、Read Write、Enable と D4 から D7 を同時に操作しなければならないことです。イネーブルを単独で操作することができないので、イネーブルの操作のために RS、リードライトと D4 から D7 も送信する必要があります。 LCD を操作するコマンドはこれです。上位ビットがコマンドの種別、下位ビットが制御フラグになっています。8ビットモード、4ビットモード、 I2C のどの方法で操作している場合でもコマンドは共通です。ファンクションセットには8ビットモードと4ビットモードの切り替えフラグがありますので、操作に注意してください。これらのコマンドは、リードライトをグランドに接続していても問題なく使用できます。コマンドの種類は多くありませんが、組み合わせでいろいろできます。カーソル位置の指定は、DDRAM のアドレス構成を理解しないとわかりにくいです。1602と2004ではコントローラーが共通なので、1602にも20文字 ×4 行分のメモリーがあります。そのため、1602ではスクロールがちょっとわかりにくい動きをします。メモリーへの書き込みと読み取りはこれです。リードライト信号をグランドに接続している場合は、BG が取得できないほか、メモリーの内容を読み取ることができません。どちらもほぼ必要ないので、リードライトを使う意義はあまりないかも。キャラクターを表示する DDRAM の構成はこうなっています。濃い色で示した16文字分が1602で表示できる範囲です。メモリーはあるので見えない範囲にも文字を書き込むことができます。見えない範囲に書き込んでスクロールするとこんな風になります。40文字分ですが、逐一書き換えるよりはスムーズに動かせます。20文字 ×4 行表示の2004では、メモリーと表示行の対応はこうなっています。1602は2004の先頭2行だけを表示している感じです。スクロールは1行目と2行目で独立していて、1行目の端まで来たら2行目に移動はしません。わかりやすいように20文字 ×4 行表示の LCD と並べてスクロール動作を比較してみます。同じスケッチを使用していますので同じタイミングで動作します。1行目から3行目、2行目から4行目に移り、2004の3行目、4行目に表示されている間は1602には何も表示されません。1602には表示されませんが、2004を見れば3行目、4行目に表示されていることがわかります。LCD では、
表示される文字フォントはログに書き込まれていて変更できません。ですが、LCD1602 では、キャラクタコード00から 0F が CGRAM になっていて、書き換え可能です。実際には、00から07と08から 0F は同じアドレスなので、定義できるのは8個のキャラクタです。キャラクタコード00と08は同じ文字になります。CGRAM への書き込みは、セット CGRAM アドレスコマンドで CGRAM への書き込みアドレスを指定してから、ライトデータコマンドでキャラクタのドットパターンを書き込みます。CGRAM のアドレスは00から 3F で8バイトで1文字分、合計64バイトあります。5×8 ドットの8文字分なので、使い道は微妙ですが、温度計、湿度計マークとか、ありそうでない記号とかに使えそうです。説明し忘れていましたが、VO に接続している半固定抵抗で、コントラストが調整できます。コントラストが低すぎたり、高すぎたりすると、表示が見えません。コントラスト調整を忘れずに。この動画で使用した、回路図、スケッチの詳細は、概要欄に記載しています。ご視聴ありがとうございました。